明日の午後6時にレストランに行きます。昨日新聞を読みました。昨日新聞を読みました。昨日新聞を読みました。駅の入り口はどこですか駅の入り口はどこですか？

出口は近くにあります。先生は生徒に新しいことを教えます。先生は生徒に新しいことを教えます。先生は生徒に新しいことを教えます。子供は毎日元気に遊んでいます。

友達と駅で待ち合わせしました。会社で働く人はたくさんいます。会社で働く人はたくさんいます。会社で働く人はたくさんいます。外に出るときは天気を確認しましょう。

雨が降ってきたので家へ帰りました。雨が降ってきたので家へ帰りました。駅から学校までバスで行きます。

友達と一緒に山に登ります。水曜日は学校が休みです。水曜日は学校が休みです。水曜日は学校が休みです。公園で友達と遊びました。

駅の階段を上がって改札口に向かいました。公園の池には魚が泳いでいます。公園の池には魚が泳いでいます。公園の池には魚が泳いでいます。机の上には本があります。 机の上には本があります。たくさん歩いて足が疲れました。たくさん歩いて足が疲れました。たくさん歩いて足が疲れました。